無料初心者講座、今日は、ドリブルを解説します。ドリブルはやったんで、ドリブル2ということで、こういう落とし方ですね。カードを立てて落としていきます。バラバラですよって見せたりとかするときに使います。中指と薬指でカードの下側を押さえ、上親指で落ちます。親指を弾くようにカードを落としていきますが、この時に右手の人差し指で少し圧力をかけてます。できるだけパラパラっと落ちていくように練習してください。はい、本日は以上です。